おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1507です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言った通り、今回は最後の長将軍となります7人目ですね。こちらをちょっと紹介していきたいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、1人目の長将軍となりますテトラガンダム、これをね紹介していきたいと思います。で、このテトラガンダムなんですけど、モチーフがね最初全然わからなくて、後々ね知ったんですけど、これガンダム4号機なんだよね。まあ、GP04 だから試作4号機ですね。はい、それがベースになってて、まあ、装着状態のね、まあ、こちらのパーツ、これをね付けた状態だと、まあ、ガーベラテトラということで、まあ、テトラガンダムなんだなっていうのが後々わかったっていう感じですね。はい、一応パッケージはこんな感じとなっております。で、側面を見るとこういう形で、まずはですね、こちらの通常形態としまして、まあ、テトラガンダムと言いつつ、まあ、この状態だとね、ガーベラテトラっぽく見えるっていうか、敵っぽいやつですね。こういうやつがありまして、さらにパーツをね、追加して変形とかね、なるとこの状態ですね。決死の技、コーマ銃撃波っていう、この状態にできますよと。まあ、闇の力解放って書いてますね。で、この状態からある意味転生ですね、して、このテトラガンダム、まあ、ガンダムの姿になりますと。はい。一応こういうような、ギミックがあると。まあ、この通常形態、闇の力解放状態、テトラガンダムみたいな、こういう風に3形態になることができるという風になってます。で、こちらですね。ここの側面のやつとここは一緒という感じで、さらにこれですね。ラインナップがこうなってます。一応こちらが137番で、大鋼が130番。そして前回紹介した爆竜ガンダムが135番ということで、よくわかんないラインナップの乗り方になってるんですね。うん。これなら前のやつを乗っけた方がいいような気がしますけどね。まあ、そんな感じのラインナップの乗り方というふうになっております。はい。では早速こちら箱から出していきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい。箱から出したのがこの状態となります。一応、ランナーが入ってる袋は2つですね。紫のパーツプラスシール。そしてポリキャップ、これがですね、今までのポリキャップと違って黒なんですね。今までのやつはちょっとグレーっぽいやつでしたけど、これが黒になったんだね。うん、ちょっとそういう違いがありますよと。で、あとこちら紫なんですけど、ただ単に紫ではなくて、ね、ちょっとラメ入りの紫っぽくなってますんで、これですね、切り離しミスるとパキッと割れてとんでもない目に遭いそうな感じなので、ちょっと切り離しとかはちょっと注意が必要だと思います。で、さらにこちらが白ランナーとメッキパーツ。こんな感じになってますね。で、さらにここのところにシールが入ってまして、こちらのキラキラシールではなく、これ多分蓄光シールですね。太陽の光とかね、明るさを吸収して暗いところに置くと、ぼわっとね、光るみたいな、そんな感じのシールが付属してきております。一応こんな感じですね。はい。そして説明書の方がこんな感じ。テトラの生き様に猛将ザクトの影を見たっていう風になってるんで、ね、まあザクト。まあこれをね、ちょっと説明書の中を見るとね、なんとなくわかるようなギミックがちょっとあるという感じになってます。で、まずこちらが闇の力解放形態でこうなってまして、闇の鎧と光の鎧。これをつけることによって、まあコーマの盾、こう2種類にすることができるという風になってます。で、裏を見るとこういう感じですね。まあ通常形態がこちら、軽装タイプがこうですよと。ただこれ説明書を見ると、この状態が通常で、この鎧をね、脱ぐとこうなるっていうわけではなさそうなんで、まあ、これに関してはね、説明書的には果たしてどうなのかなっていう感じがちょっとありますけどね。まあ、こんな感じになってて、さらに、こういうふうにガンダム形態にできますよ。で、一応こちらにも書いてますけど、捨て身の必殺技で闇の力を使い果たし、新たに生まれ変わった彼の真の姿って書いてますんで、この状態からこっちに戻ることはないと。基本的にはこの状態から、まあ、生まれ変わってこうなって、軽装形態はこうですよっていうのが一番正しい流れだと思います。で、中の漫画を見るとこんな感じですね。前回の漫画を見ていただくとわかるんですけど、ここのところで、まあ、テトラがね、闇の力を使い果たして、まあ、死んだっぽいんですけど、ここでビームクリスタルとかね、その辺の力によって生まれ変わって、こうなりますっていうね。こんな感じの流れになっていると。はい。新たな姿と共にって書いてるんでね。まあ、そんな感じだと思っていただいていいと思います。で、ここでビクトリー大将軍が誕生するというかね、なんというかそんな感じだと思います。で、説明書の中身をこう見ていきますが、まずこちらですね。ここのところ見ていただくと、まあ、ボディとかね、この辺が行きまして、軽装タイプの組み立て、ライフルと、まあ、武器関係と、あとバックパック、兜と、肩アーマーの組み立て、これを作ることによって、まず通常形態のテトラガンダムができますよ。で、さらに、組み立てた鎧パーツを組み合わせたりとかして、光の鎧、闇の鎧、闇の力解放形態。で、さらにね、さらに光の鎧からパーツを持ってきて、ガンダム形態にすることができる。で、あと、メタルガルーダのギミックもありますよと。ただ、このメタルガルーダのギミックに関しましては、以前紹介しましたレジェンド BB。あちらの方のやつは使うことができないので、旧タイプのやつをちょっと用意する必要性がありますと。で、さらにここですね、復活、闇将軍の闇の鎧が装着できるぞっていうことで、暗黒の欠片と呼ばれているパーツですね。
このパーツを別商品から持ってきて組み合わせることができるというふうになってます。でさらに大鋼、これもね次回から紹介していく形になりますけど、そちらにね装着することができるパーツというふうになっておりますんで、まあ、こんな感じの組み合わせもできますよと。でこちらに闇の鎧のこの暗黒のかけらと言われているパーツですね、こちらに関しましては一式全部揃っておりますので、何かの機会で紹介するプラスですね、まずは若ザクトとか、あと武者サザビ、武者ジオ、あとは武者サイコマーク2、こちらの方のキャラクターも全部揃っておりますので、それをね全て含めてからまたねこちら組み合わせちょっとやってみたいと思いますので、まあ後々っていうかね今後やっていきたいと思っている一つと思っていただければと思います。はい、ということで前回前々回というかね以前からやっております通り、組み立てとギミック1回でねやっていきたいと思っておりますので、まずパーツですね、こちらの方の組み立てささっとね進めていきたいと思います。はい、軽装タイプのパーツ準備できました。そしたらですねこれから組んでいきたいと思いますが、準備しているのが一応頭部パーツ、ボディ、腕と足というふうに置いてありますが、ポリキャップを見ていただくと分かると思いますけど、今までね紹介してきた 6D の長将軍は全部グレーでしたけど、今回は黒ということで物が違います。というのもこちら、まあ腕のね組み立てをまずやっていったら分かるんですけど、こちらの軸ですね、ここの部分が今までのやつと比べて非常に細いです。というのも古い初期に出た武者七人衆とかね、そちらのやつに合わせてるタイプになってるんで、非常に細いタイプになってるんでね、今までのやつとまあ併用できないという形になっております。ということで残りのパーツですね、腕とかその辺を残り組んでいきたいと思いますが、腕に関しては2つ組み合わせておしまい、足もね組み合わせ自体はいつもと同じパターンですね、組み合わせておしまいはおしまいなんですけど、ここがですね玉ではなく棒になってるんで、これもまたちょっと今までの部分と違うという形になっております。はい、これで組み合わせの方は完了しましたので、足に関しては貼るシールがあるんでね、それをちょっとささっとね貼ってしまいたいと思います。はい、貼り付けの方が完了しました。そしたらですね今度いつものパターンでいきたいと思いますが、これがですねちょっと試しにやってみると分かると思いますけど、非常にですねこれいつものパターンでやらないとちょっとやりづらい可能性があるんですよね。今こう刺してるだけでもわかるんですけど、ちょっと硬いんですよね、これ。これがもし、もうちょっとね、サクサク入るような感じだったらよかったんですけど、ちょっと硬いので、これ、下手にですね、これでガンと入れて、ヘッド潰してしまうともうどうにもならなくなってしまうんでね、一応いつものパターンで、まあ、こんな感じで、半刺し的な感じで入れておきましょう。で、腕、足、他もね、あと頭部、これも同じような感じで半刺しで入れてあげて、まあ、一応いつもの通りですね、段取りをこうやって行います。頭部に関してはちょっと組んでませんでしたけど、この2つのパーツを組み合わせて頭部を作り、目の部分とこの赤い部分、これはシール貼り付けてあります。で一応こういう風に段取りできましたら、前面部分にこいつを乗っけます。でこれでポリキャップですね、一応位置調整とかこれを確認してって差し込んでいきますよと。でこれ全て段取りが一応こうやってできましたら、ギュッと入れてあげると。はい、これで隙間なく入りましたんで、あと最後までしっかりとね入れてあげると、まずはこれでテトラガンダムの軽装形態が完成するという形になっております。はい、まあ非常にシンプルはシンプルですね。以上こんな感じでできましたので、次に武器関係、そして兜、肩アーマー、テトラの初期の状態ですね、まあ通常形態と呼ばれてるやつ、そちらを作っていって、あと鎧のパーツを収束させて光の鎧とかね、その辺のお話をやっていきたいと思いますので、まずはですね他の武器関係のパーツささっとね段取りしてしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応こちらが武器ですね。で、兜、肩アーマー、胸部パーツ。そしてこちらが通常形態のパーツ。で、これも同じく通常形態からさらに闇の力解放形態に使うためのパーツですね。で、ここのパーツも同じような意味合いとなっております。で、盾とバックパックというふうに置いてあります。はい。ということで早速ですね、武器の方から作っていきたいと思いますが、まずはこちらの白いですね、こちらのパーツ、こちらにですね付属のスプリングをつけていきたいと思いますが、実はこれ私のやつがね非常に緩くてですね、簡単にスプリング抜けてしまうので、最悪なんかのタイミングで紛失する可能性がありますけどね、一応こんな感じで一応配置してあげて、ライフルの中のところにつけてあげますよと。でこちらのパーツで閉じると、まあこちらに関してはいつものパターンですね、付け方としては変わらないんですけど、ちょっとねスプリングが弱いっていうのがあるんでね、こう逆さまにしただけで多分ポロッといくんじゃないかなと思ってるんで、非常に不安はありますけど、こういう風に配置してあげる。であと先端部分にこのシルバーのパーツをくっつけて、あと隙間なくつけてあげり、ここのところにこちらのねセンサーパーツといいますか、こちらを差し込んであげると、これでライフルができると。そしてこちらの剣ですね、これは手持ちさせる以外にも、ここの後ろですね、ここのところにこいつをスポッと入れて、まあ
収納しておくことができると。はい。これで1個にまとめることができるというふうになっております。はい。で、次に、兜の方行きたいと思いますが、兜に関しましては、こちらとこちらを組む前に、あらかじめこちらのね、T パーツ。これをつけると。これが非常に長くてですね、途中で折らないように注意が必要ですよと。で、中にこういうふうに配置しましたら、後ろの部分からこういうふうに閉じてあげるように、こうやってつけてあげます。サイドのここの部分は、こちらの紫のパーツですね。これを差し込みます。ただこちら、ピンがですね、非常に細いので、差し込むときにパキッとね、折らないように注意が必要です。センサーのここのところとかね、センターのここのところの青いやつはシール貼り付けてあります。で、こちらのメッキのパーツを差し込んであげることで、これで兜が出来上がりました。で、次に肩アーマーですね。こちら行きたいと思いますけど、こちらの部分とこちらの部分を、まあ、こっちですけどね、まあ、組み合わせてできますと。で、白いやつが武者形態みたいな。で、こちらが通常形態というふうになってますんで、一応、こう、リバーシブルになっているという形ですね。で、これの間のところにこちらのパーツをあらかじめこう取り付けてあげて、ここのところで閉じてあげると、これで肩アーマーができると。で、こちらの下のところのこの黒白っぽくなってるやつですね。こちらの部分と後ろのこの三角形のこちらに関しては蓄光シールになってますんで、まあ光を当てといて暗くするとね、ぼんやり光るというふうになっております。はい。で、こちらの赤い部分とか金色の部分は他にね、貼り付けてるシールという形になってます。で、あと反対側も同じように付けてあげれば OK です。で、こちら2つ先にこういうふうに組んであげて、ここのところにこいつをね、入れ込んで最後に閉じるというふうにしてあげた方がやりやすいですね。はい。こんな感じで付けてあげると肩アーマーができました。で、こちらの胸部パーツ。これは武者形態でね、使うんで、こちらいろいろシール貼り付けてあります。で、今度こちら通常形態で使うパーツをしまして、こちらですね。仮面というかマスク部分がこういうふうにシール貼り付けてあります。で、こちら闇の力解放形態の時に使う手のパーツですね。これに関しては2つのパーツを組み合わせて1個の状態にしてあげますよと。はい。で、これでこのパーツもできましたので、あとバックパックですね。これを作りますが、この2つのパーツ、これをここで組み合わせてあげまして、上のここのところにこいつをガッチャンと。で、こうつけるんではなく逆ですね。こういう感じでつけるんで、これ向き間違えないようにつけてあげる必要性があります。そして縦ですね。こちら縦ですけど、これもですね、上下決まっておりまして、こちらの穴1個と穴2個ありまして、穴2個が下になりますんで、こういう風に持ってあげて、ここですね。ここのところにこちらのグリップパーツ。これをここに差し込んであげて、はい。で、こちらに関しては赤いパーツっていうかね、この赤い部分はシール貼り付けてあります。はい。一応これで組み立て自体は全部完了という風になりますので、先ほど組み立てました軽装形態のこちらの方につけていきたいと思います。一応ですね、説明書の方では通常形態から組んでてますんでね、一応そちらを作っていきたいと思います。なのでこちらの、まあライフルはいいとしまして、こちらのパーツとか、あとバックパックもとりあえず使わないんで避けてしまいましょう。これも使わないんで避けてしまって、このパーツもとりあえずいらない。で、使うのはこちらの白いパーツが胸部のここのところに入りますよ。一応奥まで入るって感じですね。はい。こんな感じでつけてあげまして、肩のここのところにこちらをつけると。で、白いやつを前にしてしまうと武者形態になってしまうので、これをくるっとひねってあげて、こういう形でここのところに入りますと。で、カチャッとしっかり入れてあげまして、こちらのパーツを閉じると。はい。こうすると肩アーマーになるわけですね。うん。こういう風な形になるのが面白いですね。これが、ただ単に左右でこう取っ替えるんではなく、こちらが上から刺さるみたいな、そういう風に取り付け方自体も違うのはなかなかいいですね。で、あとこちら2パーツをこう閉じてあげて、こういう風にすると肩アーマーになりますよと。はい。そしてマスクですね。これをつけることによって、はい。テトラガンダムがまずこの状態で完成しますよと。そしてこちらにこのパーツと、あとバックパック。これを追加。さらにビームクリスタルですね。これを追加することによって、闇の力解放形態。これも含めですね。はい。それにできますよと。なので、まずはこちらの手の部分に、こちらのカバーパーツというかね、これを肩パーツと同じような感じでカチャッと引っ掛けてくっつける。反対も同じようにカチャッと引っ掛けてくっつけてあげると、こういう感じに腕を強化することができると。で、背中の部分ですね。ここのところにバックパックをとりあえず差し込みまして、これを立てると。で、立てた状態で肩のここにね、穴があるんで、そこに対してこちらのバインダーパーツのこっちですね。こちらの怒りみたくなってるこっちではなくこの平らな面ですね。こちらのところにあるピンをここのところに差し込んであげると。反対も同じように、ブスリと差し込んであげることによって、これで
はい、闇の力解放形態、あとビームクリスタルですね、これを差し込みますよと。はい、ちょこういう風にすると闇の力解放形態にできます。一応この状態で武器持たせることができますけど、これに関してはガンダム形態、まあ武者形態ですね、これでやりたいと思います。でこちらのパーツ余ってますけど、この盾ですね、こちらの下の部分にこちらの胸部パーツを差し込みます。でここのところに兜パーツをここにつけてあげることによって、これが光の鎧という風にできるよと。はい、こんな感じでまとめることができるんで、一応ですね、まあ腕に持たせることができるんで、まあ一つにね、こうまとめることができるという形にはなっております。はい。まずこちらが闇の力解放形態という風になります。ではですね、今度こちらの光の鎧を組み合わせてガンダム形態、これいきたいと思いますが、まず兜をね、縦からこう外して、この状態でバラにしますよ。で、こちらのバインダーを外し、ビームクリスタルも外し、肩アーマーも外す。で、腕につけてるパーツも外してしまって、と言いますか、完全にバラバラな状態っていうかね、軽装タイプに近い形にしてあげるよと。で、マスクパーツも取って、ほんとこの状態、バックパック以外は全部外した状態にします。そして胸部パーツ、ここのところに光の鎧から取ったパーツをここに移植してあげて、で、肩のパーツ、これに関しては先ほどはこうつけてたんですけど、今度これを前面に向けるんで、ひねってあげて、ここのカバーを開き、付け方自体は先ほどと一緒なんで、ここのところにつけてあげると、こういう感じになります。で、反対も同じように、ここのカバーパーツをあらかじめ開き、ここのところにつけてあげると、こういう感じで配置することができると。そして、ビームクリスタルはここのところに、まあ似たような場所につけることができるんで、こういう風につけてあげまして、兜を取り付けると。で、バインダーパーツは背中のここのところにつけますと。その時に、先ほど闇の力解放形態はこうつけてましたけど、この赤いシールの反対側ですね、この怒りって言ってたらこっちね、ここのところにあるピンを使って差し込んであげると。で、反対も同じように、こちらをね、つけてあげれば、これでガンダム形態が出来上がると。で、腕をこう前出したりとかしてね、こちらの武器をこう持たせることができるし、ただですね、こちら、この状態だと、はい、ちょっとね、干渉してしまうので、剣は抜いた方が、まあ一応構えやすいかなって感じですね。まあこんな感じでつけることができるし、まあちょっと向きですね。こう、多少横にとかしてあげれば、これ回避させることが一応できるんでね。まあ雨差しとか、一応そんな感じにすると、まあなんとなく持てるかなと。ただこちら軸部分にかなり負担がかかってしまうので、これあまりおすすめしないですね。だから一応こちらの武器を持たせるときには、この剣は抜いてしまって持たせると。で、剣は剣で持つみたいな、そんな感じにした方がいいかもしれないですね。で、一応こんな感じで持たせることができて、頭部としてはこんな感じで稼働させることができますよ。腕は一応ここで動きます。ただ、あまり動かしすぎると背中のバインダー部分に当たってしまうので、そこだけちょっと注意かなと。はい。で、足は軸なんで、この左右の開き、これと根元の部分では多少の調整のみという感じになってるんで、若干ですね、背中の部分が重くなってしまうので倒れやすい。そんな感じになってはおりますけど、バインダーですね。こちらのテールバインダーというか、こちらがこういう風に当たってくれるんで、まあ問題なく立つことはできるという感じですね。はい。そして余っているこちらの盾ですね、ここのところの下の部分に通常形態で使ってた胸部パーツをつけ、サイドのここのところに、はい、手につけてたパーツですね、これをくっつけてあげて、そしてこちらの面のパーツですね、これをここに取り付けてあげることによって、これで一応闇の鎧という形になっております。この状態で、ここのグリップですね、これを使って持たせることもできますので、これを全部合わせると、一応余剰品なしの状態にすることができると。はい。こんな感じで持たせることができますので、こちらですね、このライフルのところにやはり、こちらの剣ですね、これがもうちょっとうまく、こう、入りはするんですけど、下の部分がどうしても飛び出てしまうと。なので、ここの部分ですね、軸の部分が若干斜め前とかになってて、こういう形、これで構えられればよかったんですけどね、こうやって持たせると若干グリップっていうかね、この軸のところにちょっと負荷がかかってしまったりとか、肩のね、この蓄光シールと収めた剣の部分でちょっと若干干渉してしまうので、これで傷つく可能性があるんで、ちょっと気になるポイントにはなっておりますが、まあ一応ひとまとめすることができるんでね、まあこんな感じで取り付けることができるというふうになっております。はい、こちらがですね、最後の超将軍となりますテトラガンダムですね。はい、こちらに関しましては、まずは軽装形態、それから通常形態となります、この闇の鎧のね、このパーツをつけた状態、
それから今テールバインダーとかね、この辺になってるラスパーツ関係を全部組み合わせて闇の力解放形態、それからさらにパーツを組み替えてガンダム形態、これにすることができるというなかなか面白いアイテムというふうになっておりますね。一応通常形態といいますか、まあ闇の力解放形態、こちらとガンダム形態でガラッと変わるっていうのもありますし、肩アーマーの作りっていうかね、使い方が前面と背面をただ左右で取っ換えるだけでなく、右は右左は左みたいな感じで、それをひねって縦に入れるとかね、普通に入れるっていう、そういう入れ方とかね、それによって形が変わるっていうのはなかなか面白いかなというふうに思いますね。ただやっぱり気になるポイントとしましてはこちらですね。この収めた剣の部分が肩のシールと干渉したりとかね、ちょっと負荷がかかって持たせにくい感じがあるんでね、そこだけもうちょっとねうまく処理できてればより良かったという感じかな。はい、そういう風になっておりました。こちらに関してのギミックとしましては、まあ背中のところですね、こちらのバックパック部分、これ外したところにレジェンド BB ではありませんけど昔のタイプのビクトリーガンダム、こちらに付属するメタルガルーダをね取り付けることもできますし、あと昔出ました若ザクと武者ジオ、武者サザビー、武者サイコマーク2に付属する暗黒のかけらというパーツがありますが、それを取り付けることもできるというふうになっております。その時にはこちらのねガンダム形態ではなく通常形態、またはね闇の力解放形態、そちらの状態で取り付けることができると。ただ完璧にね闇の力解放形態のパーツではなく、軽装形態プラス通常形態のマスクパーツみたいな、そういうような簡素な状態のやつに組み付ける必要性があるんですけど、まあそういう風な連動ギミックはありますと。ということで今回はですね BB 戦士のテトラガンダム、こちらを紹介していきました。はい、これでね7人の朝食全部揃いましたので、次回一応ねこのシリーズの中の大型アイテムの一つであります大鋼、こちらの方の組み立てをねこれからやっていきたいと思いますが、一応大鋼の組み立て、それプラス中に入っております V 丸ですね、こちらの組み立て全2回でお送りしまして、もう一つですね連動ギミック的に一応ビクトリー大将軍の説明書にね載っておりました合体ギミックとかね、あと揃いましたビームクリスタル、これをねビクトリー大将軍につけていったりとか、レジェンド BB の方に組み合わせたりとかね、そういうようなギミック関係ということで、大鋼ね含めてあと3回続きますんでね、まあそちらの方もちょっと見ていただければと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。